ニーナ・ペトロブナ・エメラノワは、ロシアのピアノ奏者。ヘルソン県のボークラインカの出身。1922年に、ロストフ・ナドヌノを音楽院に進学して、ピアノを専攻し、1929年に卒業。その後モスクワ音楽院に進み、1938年まで、サムイル・フェインベルクの下で研鑽を積んだ。演奏活動は1935年から行っており、 1937年のショパン国際ピアノコンクールで上位入賞は逃したものの入選を果たしている。1938年からモスクワ音楽院のピアノ科で教鞭を取ったが、1941年に一旦教職を辞し、軍事異門での演奏活動に従事。1944年にモスクワ音楽院に復職。1960年に 同音楽院の教授に昇格し、1965年から1976年までピアノ科の学科長を務めた。1966年にはソ連政府から人民芸術家の称号を送られている。1991年に引退、モスクワにて死去、ありがとうございます。